日本における携帯電話では、日本での携帯電話特有の事情について解説する。日本においては携帯電話と並行して、1990年代中盤から2000年代において、PHS も一時期発展した。2010年頃からは、iPhone や Android スマートフォン等の普及により、近年では携帯電話端末としては、スマートフォンが主流になっている。日本独自の需要に応える形で発展したがゆえに、ガラパゴス化を引き起こして、海外での競争力を失い、2000年代後半から、iPhone などの国際端末に市場を奪われ、産業構造の変化の影響を大きく受けた。2010年代前半にスマートフォンが急速に普及してからは、コモディティ化とともに端末の買い替え需要も低下し、海外と同様に各携帯電話事業者は土管化が進んだ。本項目における携帯電話端末の記述については、いわゆるフィーチャーフォンに該当する端末を主として扱う。それ以外の端末については、スマートフォンなどの該当する各項目を参照されたい。電気通信事業法上の電気通信役務の区分では、かつての自動車電話から発展した電話網を指す。一方、電波法令上では、原則として陸上移動局として無線局免許状を要する携帯電話端末を使う携帯電話と免許を要しない。無線局のいわゆる省電力無線局である PHS 端末を使う PHS は区別されている。これは PHS が第2世代コードレス電話を起源とし携帯電話と異なる発展をしたからである。ただし、無線局免許状は事業者が管理するため、利用者は違いを意識することはない。このため、公的な資料、統計などでは内容により、携帯電話とPHS を区別するか、携帯電話と一度だけ表記し、あとは、携帯電話とのみ表記して区別しないものとする。携帯電話と PHS を全く区別しない法令には、電波法令の一つである、無線設備規則の携帯無線通信の定義がある。携帯電話不正利用防止法の携帯音声通信の定義も同様である。なお、通信衛星による自動車、携帯電話に関しては、衛星電話を参照のこと。鉄道事業者の沿線にある回線に接続して使う、携帯型の有線電話機も携帯電話機という。本項では、携帯電話と関連が深い移動帯通信システムについても紹介する。1997年から2004年までの日本、歴代携帯電話端末の一部1949年、警察無線の登場。太平洋戦争後、連合国軍最高司令官総司令部の指導により、1949年に警察がパトロールカー用に警察無線を導入。超短波帯で初めて周波数変調を採用し、これが戦後の日本の陸上移動通信システムの講師となった。1970年代にはこれを発展させた。移動警察電話も実用化されている。1950年、電波法施行 GHQ の指導により、無線電信法が廃止され、1950年6月に、電波法、放送法、電波管理委員会設置法が施行された。これにより現在の無線通信制度が整えられた。1953年、港湾電話の登場。1953年3月に、日本船舶通信が船舶向けの港湾電話を東京湾、大阪湾でサービスを開始。1973年3月に自動交換内港船舶電話に移行し、サービス終了。1954年から1967年、自動車電話の基礎研究。1954年に日本電信電話公社電気通信研究所が自動車電話の基礎研究を開始。1961年には手動交換接続方式、1967年には自動交換接続方式の自動車電話システムを開発。これらは商用サービスとしては実用化には至らなかったものの、1968年の三陸沖北部地震を契機として、1970年に都市災害対策用無線電話システムとして実用化された。1957年、列車電話の登場。1957年に近畿日本鉄道が特急ビスタカーにおいて 200kHz 帯の誘導無線方式で列車電話サービスを開始。1960年には日本国有鉄道が東海道本線の特急こだま、つばめにおいて 400MHz 帯の誘導無線方式で、1965年には東海道新幹線で、1982年に東北上越新幹線で列車電話サービスを開始した。1964年、手動交換内向船舶電話の登場。1964年に船舶向けの手動交換内向船舶電話が横浜港、神戸港で、1958年にパイロット方式のものが瀬戸内海、駿河湾で開始された。1986年3月にサービス終了。1968年、ポケベルの登場。無線呼び出しは日本では1968年にサービスが始まった。1980年代後半、通信自由化により、新電電系のテレメッセージ各社が参入。それまで独占状態にあった NTT とのシェア争いが発生し、全体の加入数は増加した。またそれまでは音声通知機能がある時でビジネス用途がほとんどを占めていたが、同時期に数字のメッセージが送信可能となり、1992年頃から個人間で数字の語呂合わせや暗号でメッセージを送り合うブームが到来し、一般層にも本格的に普及し始めた。後に空のメッセージも送信可能になるとブームはさらに加速し、1996年には加入数のピークを迎えた。しかし1990年代後半以降、携帯電話での文字転送サービス及び電子メールの普及も相まって、1998年頃から急速に携帯電話にとって代わられた。1970年、大阪万博でワイヤレステレフォンテレビ電話を出展。1970年3月から9月にかけて開催された日本万国博覧会の電気通信館において、携帯型の無線電話機、ワイヤレステレフォンを出展し、一般加入電話と通話をするデモンストレーションが行われた。微弱電波を使用していたこともあり、コードレス電話と携帯電話の両方の性質を持つものであった。またテレビ電話のデモンストレーションも行われた。1973年、船舶電話の統合。1979年3月に地域ごとに方式が異なっていた船舶電話を廃止し、サービスエリアを日本沿岸全域とする自動交換内向船舶電話サービスを開始。1993年9月30日にサービス終了。1979年、コードレス電話と世界初の自動車電話の登場。1979年4月、日本電信電話公社が 600P 型電話機をベースとしたコードレス電話のレンタルを開始した。1984年には MCA 方式が固定電話端末の自由化により、1987年には無線局免許が不要な省電力コードレス電話が制度化され、日本でコードレス電話が普及していった。1979年12月3日、日本電信電話公社により、世界初の自動車電話サービスが始まった。省ゾーンのアナログ方式で、サービスエリアは当初は東京都区部に限られたが、大阪市、名古屋市にも展開し、順次全国へ広がっていった。なおこの時使用されていた端末 TZ801 の本体の大きさは約 320×230×90mm、重量は約 7kg、消費電力 50W、6W であったこともあり、自動車のトランクルーム内に設置され、まだ携帯電話とは呼べる大きさではなかった。当時の1ヶ月の基本料金は3万円、通話料金は3分で280円であった。なお、アメリカでは企画策定が遅れ、4年後の1983年10月に携帯電話の商用サービスが開始された。1982年から1991年、自動車電話、携帯電話の小型化。1982年に、日本電信電話公社は主要モジュールが LSI 化された日本初のハンディタイプ携帯電話KiTZ-800 を世に出した。体積約 1.5 リットル、重量 750g、消費電力 35W、7W と小型、軽量化された。当時は周波数変調を用いたのみで、市販の受信機で誰でも会話の内容を傍受できるアナログ式であった。1993年には会話の内容を傍受することが困難で、周波数使用効率にも優れた TDMA 方式の第2世代携帯電話サービスが NTT ドコモにより開始された。そして2000年10月以降はすべてデジタル式となっている。日本で初めて登場した携帯電話機は1985年9月に日本電信電話がレンタルを開始した。ショルダーホンの100型である。ショルダーホンは、車外でも使用できる自動車電話という位置づけであり、電話機の重量も約 3kg と重かったため、携帯時はショルダーバッグのように肩にかけて持ち出す必要があった。サービス開始の前月に発生した日本航空123便墜落事故で、救助活動に当たった自衛隊、警察にショルダーホン12台が提供された。その時点で無線局の免許は発行していなかったが、郵政省と協議し、提供が実現した。1988年には車載、ショルダー型兼用KiTZ-803A が発表され、体積1リットル、重量 1.3kg、消費電力 20W、0.7W に、1989年2月には、携帯電話KiTZ-803B が、発表され、体積 400ml、重量 640g と小型、軽量化が進展した。1989年4月に DDI、セルラーグループが世界最小、最軽量の携帯電話、マイクロタック HP501 を発売したこときに、1990年には日本移動通信がさらに小型、軽量のIDO ハンディフォンミニも重量 298g 製造松下通信工業を発売。1990年11月には NTT も世界最小、最軽量の小型携帯電話ムーバ KiTZ-804 を開発し、1991年4月に発売した。1986年航空機電話の登場。1986年5月にはNTT によって日本列島とその沿岸から200海里内の上空 5000m を飛行する航空機を対象とした発信専用の航空機電話サービスが開始され、また15年後の2001年7月には通信衛星 N スターを使用した衛星航空機電話サービスが開始された。両社ともに2004年3月にサービス終了。1987年。携帯電話サービス開始。1986年には電波法が改正され、自動車以外でも自動車電話が使用できるようになり、特急列車や高速バスにも自動車電話が設置された。また公衆電話型の自動車電話も登場した。そして1987年4月には NTT によって携帯電話サービスが開始された。システム、端末は自動車電話と兼用であった。1988年から1994年、通信自由化による新規参入。通信自由化に伴い、1988年から1989年にかけて、それまで NTT が独占していた自動車電話事業に、旧 IDO や旧 DDI セルラーが新規参入を果たし、初期費用や通話料金などの価格の引き下げ競争が始まった。それまでの自動車電話のユーザーは、企業の経営幹部層などにほぼ限られていたが、土木工事現場の連絡用などにも使われ、ビジネスユースに広がるようになった。1988年9月に、東京湾マリネットが、1989年12月に、関西マリネットが、1991年4月に、瀬戸内マリネットが、船舶電話サービスを開始した。1989年11月16日には、日本船舶通信が自動交換内航船舶電話の後継として、親会社の NTT の自動車電話、航空機電話とシステムを共用した新内港船舶電話サービスを開始し、マリネットグループに対抗した。新内港船舶電話サービスは1999年3月31日にサービス終了。1989年11月には、十勝テレホンネットワークが簡易自動車電話サービス、コンビニエンスラジオフォンを、帯広市及びその周辺地域で開始した。自動車電話の普及が遅れていた地方都市を中心に、1990年には、テレコム青森、釧路テレコム、山口ニューメディアセンターが、1993年には、テレコム八戸、長岡移動電話システムテレネット遠州が、各地域で、コンビニエンスラジオ、本のサービスを開始した。1989年12月に日本シティメディアが東京都内で世界初のテレターミナル方式の無線パケット通信サービスを開始。1997年2月には関西シティメディアが大阪府周辺でサービスを開始した。1992年7月には NTT が移動通信事業部門を NTT 移動通信網とその地域会社に譲渡し、各社が営業を開始した。1994年には携帯電話新規参入の第2弾として、4月にはデジタルホングループが、6月には通貨グループが PDC デジタル方式で参入し、競争が激化していった。1996年にはデジタルホン通貨間の相互ローミングを目的とした。デジタル通貨が設立されるなど、郵政省により新規参入を優遇する政策、指導も行われた。1993年、2G サービスの開始1993年3月に、NTT ドコモが PDC デジタル方式の携帯、自動車電話サービスを開始し、世界初のデジタル携帯電話を使ったデータ通信サービスを開始。1994年6月には日本移動通信も PDC デジタル方式の携帯、自動車電話サービスを開始し、高速データ通信サービスを開始。1G では音声通話しかできなかったが、2G ではデータ通信、パケット通信が可能となった。1994年、買取制、導入1994年には自動車、携帯電話機の買取制度の導入とともに、初期費用、回線利用に必要な料金の大幅な値下げが行われ、通信業界全体の大きなターニングポイントとなった。端末機の供給でも家電メーカーなどが加わり、20社近くが名乗りを上げたこともあり、競争はさらに加速され、結果、携帯電話が広く一般に普及する下地が作られた。日本国内の1992年での携帯電話機、自動車電話の稼働台数は約170万台。全人口に対する普及率は約 1.4% にあたる。1995年、阪神・淡路大震災と、携帯1995年1月17日の兵庫県南部地震では、優先インフラに壊滅的被害が発生した中、無線の強さを発揮した携帯が改めて見直された。一方で、当時の携帯電話は一部地区を除いて119番への接続ができず、また、被災地周辺ではつながりにくい状態が発生するなど、後にも述べる複数の問題点も露呈した。1995年から1998年、新規参入事業者の撤退 PHS。携帯電話の普及と通話料金の低価格化による競争の激化により、新規参入事業者のコンビニエンスラジオフォン、船舶電話のマリネットフォンテレターミナル事業者の全社が携帯電話事業者に事業譲渡し、携帯電話サービスに統合された。なお当時は携帯電話事業者では加入者の急増により携帯電話用の周波数帯域が逼迫しており、事業譲渡によって従来のサービスで利用していた周波数帯域を携帯電話に転用するという狙いがあった。1995年7月に山口ニューメディアセンターがコンビニエンスラジオフォンのサービスを終了して NTT 中国移動通信網に経営を譲渡した。1997年7月1日には残っていた6社、すべてがサービスを終了し、NTT ドコモの地域会社セルラーグループの地域会社に経営を譲渡した。1997年12月には、船舶電話の東京湾マリネットが日本移動通信に、1998年6月には関西マリネットが関西セルラー電話に、瀬戸内マリネットが中国セルラー電話に経営を譲渡し、同日をもってサービス終了した。1998年7月には、日本シティメディアが NTT 移動通信網に、関西シティメディアが関西セルラー電話に事業を譲渡し、テレターミナル事業から撤退した。1990年代中盤には PHS 向けの非正規品の光るホイップアンテナが発売され、後に携帯電話用も発売された。携帯電話ストラップに次ぐ携帯電話 PHS 用アクセサリー商品としてヒットしたが、非正規品のアンテナに交換した PHS 携帯電話を使用すると、技術基準適合証明の適用を外れるため、電波法違反になる。また PHS、携帯電話に非純正品のアンテナを接続すると、同調がずれて、電波強度が下がったり、消費電力が増したり、端末の故障を招くなどのトラブルが増えた。なお法律違反にならないように配慮した光る、ストラップも発売されたが、携帯電話メーカーは、ホイップアンテナを交換できない構造に変更したり、一体型アンテナ、内蔵アンテナに設計変更したこともあり、2000年頃には、ブームは収束した。1995年、PHS 開始1993年に、第2世代デジタルコードレス電話として、PHS が開発され、1995年には、簡易型携帯電話サービスとして、PHS のサービスが開始された。端末や通話料の安さもあり、若年層を中心に普及した。当初は携帯電話との相互通話が不可能だったり、電波が受信しにくいという制限があったことや、携帯電話端末、料金の値下げなどによって、次第に苦戦し、携帯音声通信サービスの日本国内での市場では、契約者数ベースで、携帯電話に大きな差をつけられている。1996年、PHS で SMS 開始1996年4月に、PHS で携帯電話に先駆けて、ショートメールの一種、セルラー文字サービスが始まった。同年11月には、同じ SMS の P メールもヒットした。1997年6月には携帯電話でも SMS が始まった。1996年、世界初の着メロ開始1996年5月、ドコモのデジタルムーバN103ハイパーが発売され、着信メロディ機能が携帯電話としては世界で初めて搭載され、プリセット楽曲から選択できた。同年9月には日本移動通信も携帯電話としては初めて自分で作曲したメロディを着信音にすることができるメロディ着信音作曲機能を搭載した端末を発売した。1998年に 5G の導入1998年7月に DDI セルラーグループの関西、九州、沖縄セルラーが第 2.5 世代携帯電話としてセディマワン方式を導入。相互ローミングのため、日本移動通信も1999年にセディマワンを導入。1996年、衛星電話の登場1996年3月、航空機電話、船舶電話サービスの置き換えを目的として、NTT ドコモにより、日本の領海内専用の N スター衛星電話を開始。1997年、メール端末の登場1997年12月、NTT ドコモの携帯電話に接続してデータ通信機能を使用するメール専用端末、ポケットボードが発売。その後、各社が追随する。1998年、海上利用の解禁船舶電話との住み分けの都合で、海上での携帯電話の利用が禁止されていたが、1998年のマリネット本廃止に伴う代替措置として、平水区域での使用が認められた。1999年には、新内港船舶電話サービス廃止に伴う代替措置として、沿岸区域まで緩和された。基地局の配置に依存するので確実に領海内で使用できるとは限らないものの遭難の救助要請にも使われている。1999年、船舶電話のサービス終了。1999年3月、衛星電話ワイドスターに置き換える形で、船舶向けの新内航船舶電話サービスを終了。2004年、航空機電話、衛星航空機電話のサービス終了。2004年3月、航空機向けの航空機電話と衛星電話ワイドスターを使用した衛星航空機電話サービスを終了。1999年、世界初のインターネットサービスと E メール開始。1999年2月にドコモが i モードを、同年4月には旧 DDI セルラーグループ IDO が ISWeb を開始し、世界に先駆けて携帯電話を使ったインターネットサービスが提供された。それまでの SMS に代わり、携帯メールも始まり、新たなコミュニケーションの手段として顔文字や絵文字が登場した。こうした着メロ機能があったり、ネットやメール対応した多機能形態を、いわゆるフィーチャーフォンという。それまで通話専用端末で小型化、通話音質と電池持ちの向上に重点が置かれていた携帯電話がインターネット端末へと変貌を遂げ、質量 130g 程度までの大型化を許容しながら、液晶ディスプレイなどを中心にして技術革新が進んでいった。従来はモノクロだった液晶画面は2000年からカラー画面化が進み、大画面、多色表示、高精細化が進んでいった。この頃からストレート型から折りたたみ型にすることで大画面を搭載した NEC 製端末が人気となり、2001年からは NEC 以外の他社もストレート型から折りたたみ型へと形状を転換していった。また、着信メロディはプリインストールや自作だけでなく専用サイトから人気アーティストの最新楽曲のMIDIをダウンロードできるようにもなり、従来の単音から2000年頃には3、4和音、2001年頃には16和音、2002年頃には32和音、2003年頃には64和音と各メーカーが競うように和音数を増やしていった。しかし、2004年以降は着信メロディに代わって AAC 形式などでミュージシャンの実際の楽曲がダウンロードできる着歌や着歌フルが主流となるにつれ和音数の多さは重要視されなくなり、着信メロディのダウンロードや自作機能も廃れ、その代わりに au のリスモに代表されるような音楽配信サービスが登場していった。さらに2001年1月サービス開始の NTT ドコモの i アプリを皮切りに各社でJava アプリケーションに対応した携帯電話が登場し、ゲームや地図などの様々アプリが登場していった。1999年、世界初のカメラ内蔵携帯。1999年9月、京セラが世界で初めてカメラ付き PHS VP-210 を DDI ポケットから発売した。翌2000年11月には J フォンとシャープが写しメールの前身サービスを世界で初めて開始し、シャープ製の世界初のカメラ付き携帯電話 JS104 が発売された。これによって携帯カメラで撮影した画像をメールに添付し、友人らに送ることが一般的になった。また、2002年には J フォンが動画をメールで送れるムービー写しメールを開始した。この写しメールは普通名詞と化し、写メ、写メールなどの新語が登場した。また、当初は導入に消極的だった au やドコモも2002年から本格的にカメラ付き携帯電話を発売し、力を入れるようになった。カメラの画素数は2000年から2001年頃はトイカメラ並みの10万画素クラスだったが、2002年には30万画素クラス、2003年には100万画素以上のメガピクセルカメラで、オートフォーカス、QR コードなどが読めるバーコードリーダーを持つ携帯電話が登場。その後も画素数競争が白熱し、2009年には1000万画素以上、携帯電話市場がフィーチャーフォンからスマートフォンへと主流が移り変わろうとしていた。2011年には1600万画素クラスのカメラのついた携帯電話も登場。画素数でコンパクトデジタルカメラに匹敵するものとなり、コンパクトデジタルカメラやレンズ付きフィルムの市場を駆逐していった。これに合わせて2003年頃から高価格帯の携帯電話ではコンパクトデジタルカメラのように横向きに構えられる回転二軸ヒンジの折りたたみ型やスライド型などの形状を採用した機種も数多く登場した。また2002から2004年頃の一時期には折りたたみ端末を閉じた状態でも撮影ができるように 1.0 インチ前後の大型カラー画面のサブディスプレイを設けた機種が数多く販売された。また、第3世代携帯電話の登場とともに、テレビ電話用にサブカメラを設けた機種も発売されていった。2001年、世界初の 3G サービス開始。2001年5月には、日本において世界初の第3世代携帯電話の商用サービスが NTT ドコモで始まった。いわゆるフィーチャーフォンと呼ばれるものだが、テレビ電話が可能となったほか、パーソナルコンピュータと接続して高速なデータ通信が行えるようになった。またそれまでは携帯電話でのインターネット利用は i モードなど限られたサービスの枠内に止まっていたのが、パソコンと同じポータルサイトでインターネットニュースを見たり、Google などの検索エンジンを使ったウェブ検索や画像検索、ブログや電子掲示板へのコメント投稿もできるようになるなど、パソコンとほぼ同等の利用が可能になった。それにより、リビングでテレビニュースを見ながらわからない用語を携帯で検索して意味を調べたり、コメント投稿して意見を言うのが当たり前になるなど、これまでの受け身で既存メディアが流す情報に接するだけの状態から、人々の姿勢や生活を大きく変えた。またこの頃から音楽聴取やゲームも携帯ですることが一般的になり、携帯カメラで動画撮影も行われるようになった。ただし、当初は多くの携帯はフラッシュ未対応だったため、YouTube などネット上にアップロードされた動画の閲覧には制限があった。2002年12月には、ボーダフォンで WCDMA 方式の 3G サービスを、2002年4月から KDDI が CDMA2001X 方式の 3G サービスを開始した。ただし、2G から 3G への移行期には、アナログから PDC への移行期と比べて、すでに多くの人々が携帯電話を利用していたことから、2005年頃までのドコモやボーダフォンの黎明期の 3G サービスでは、多くの問題点が露呈した。2001年10月に、本格的にサービスを開始したドコモの方までは、初期の端末は PDC 端末と比べて重く、電池の持ちが悪い上、サービスエリアが狭く、料金も高かった。また、2004年のフォーマ 900i シリーズの登場以前のフォーマ端末は PDC 端末と比べ、カメラ画素数や i アプリの性能が低かった。このため、すぐには普及しなかった。その後も、フォーマ端末は2005年頃の機種まで PDC 端末と比べて OS が未熟でキーレスポンスが遅くなりがちだった。さらに着うたフル対応端末の導入が2006年夏で他キャリアより1から2年遅れた。2003年10月に J-Phone からブランド変更されたボーダフォンでは2002年12月に 3G を試験的に導入していたもののボーダフォン 3G で本格的にサービスを開始するまで2年かかった。また、2004年から2005年のボーダフォン 3G 対応携帯電話は、ボーダフォンイギリス本部の意向があり、それまでの PDC 用端末とは全く異なる世界共通の UI を導入したことで、日本のユーザーにとっては使い勝手が悪くなった上、ソフトウェアの不具合も多発し、ユーザーの離反を招いた。この 3G 導入時の失敗により、ボーダフォンは、写しメールで人気を伸ばした J-Phone 時代からは、一転して、人気が低落した。その結果、ボーダフォンはわずか3年ほどで日本撤退を決め、2006年にソフトバンクに携帯電話事業を譲渡することになる。一方、従来のセディマンとの相互関係が高く、2002年4月に、3G の CDMA2001X を導入後も、2003年11月の CDMA1X ウィン導入まで、あえて大々的に 3G サービスを強調しなかった au では、比較的スムーズに 3G への移行が進んだ。この頃、フィーチャーフォンの高機能化、サイトやアプリのリッチコンテンツ化が進んでいたが、家庭用回線のフレッツ ISDN やフレッツ ADSL のような定額の料金プランはまだなく、パケット通信費が青天井で月額数万円数十万円という高額請求になる、いわゆるパケ氏が社会問題化した。そこで2003年11月には au が CDMA1X ウィン導入に合わせパケット定額制を導入し、2004年からドコモやボーダフォンも 3G 回線のユーザー向けにパケット定額制を導入していった。2004年、お財布携帯の開始2000年代初頭にソニーが開発した非接触型 IC カード技術のフェリカの携帯電話搭載についての開発が NTT ドコモや端末メーカー数社の間で進められた後、2004年夏にドコモから初めてお財布携帯に対応したフェリカ搭載携帯電話が4機種発売され、携帯電話がプリペイドの電子マネー端末として利用できるようになった。お財布携帯はドコモの商標であったため、当初のお財布携帯対応機種はドコモのみだったが、2005年からは同じお財布携帯の商標で au とボーダフォンからも対応機種が発売されるようになった。その後、2006年には東日本旅客鉄道が2001年11月に導入したファリサによる IC カード乗車券、スイカを携帯電話で利用できるモバイルスイカ、またドコモではお財布携帯によるクレジットカード決済の DCMX が導入された。2010年代からスマートフォン市場で広く普及した iPhone シリーズでは長らく利用できなかったが、2016年秋のiPhone7、iPhone7 プラスで初めてフェリカが搭載され、前述のモバイルスイカを含めた電子決済が利用できるようになった。ただし、2010年代後半からは、携帯電話の電子マネー決済の主流は、フェリカの搭載にライセンスコストがかかり、海外メーカーが参入しにくいお財布携帯から国際的に普及が進む QR バーコード決済に移ってきており、モバイル乗車券もモバイルスイカ以外では2020年に関東私鉄公営系のモバイルパスモが登場するまで広まらなかった。2005年、通貨の KDDI 完全子会社化、日産自動車や DDI などが設立し、1999年の日産の資本撤退を経て、2000年から KDDI グループとなった通貨が2005年にKDDI により完全子会社化され、2005年10月から au への巻き取りにより吸収されることになった。通貨は 3G を導入せず、2002年頃から廉価モデルやプリペイド式携帯電話、通貨 S などシニア向け携帯電話に絞ったラインナップやライトユーザー向けの低料金プランに絞り、高性能モデルが中心の au との住み分けを図ったが、2000年代中盤からの 3G 普及への時代の変化に取り残されて事業を撤退し、2008年3月31日をもって停波した。2006年、ワンセグの開始2003年12月に、ボーダフォンが投入した V601N で、日本で初めてアナログテレビチューナー内蔵携帯電話が登場した。その後、地上波、アナログテレビ放送が受信できる端末が、ボーダフォンで数機種発売された。画面が表示されるアナログテレビ付き端末はボーダフォン以外には広まらなかったが、2004年からはドコモや au でも放送が受信できる携帯電話として、ラジオチューナー内蔵携帯電話やマルチメディア放送のモバ4に対応した携帯電話が登場した。そして2006年4月には2003年12月に開始された地上デジタルテレビ放送の携帯電話、移動端末向けの1セグメント部分受信サービスであるワンセグがサービスが開始され、これに先立つ形で2005年12月に日本初のワンセグ携帯電話 W33SA が au から登場した。また2006年5月には、ボーダフォンからの譲り受けで、携帯電話事業に参入したばかりのソフトバンクモバイルが、ワンセグが見やすいように、サイクロイド機構を採用した、アクオス携帯の 905SH を発売し、当時のソフトバンク社長であった、孫正義が、同機種発表時に使った、予想外という言葉が注目を集めた。このサイクロイド機構を採用したシャープのアクオス携帯はヒット商品となり、2007年春までに大手3キャリアで導入された。また、アクオス携帯のヒットにより、パナソニック、カシオ日立モバイルコミュニケーションズ、東芝、ソニーエリクソンも各メーカーのテレビブランドを掲げたワンセグ携帯電話を投入し、ハイエンドモデルから廉価モデルにまでワンセグが広く普及していった。それとともに、ワンセグが登場する以前は、カシオ計算機の G、ゾネシリーズなどアウトドアでのヘビーユースに特化した機種に限られていた防水携帯電話が、風呂でのテレビ視聴が想定されるようになったこの頃から、広く普及し、さらに防塵にも対応した機種も増えていった。ワンセグは、最大画面解像度が2005年当時主流だった、クベガであったため、2008年以降主流になった。フルワイド VGA 以上の高解像度画面の携帯電話では画面の粗さが目立ったが、その後スマートフォンが普及しつつあった2013年夏に HD 画質に対応したフルセグチューナー付き Android スマートフォンが登場した。なお、どこにでも持ち運べ、すでに1世帯に1台から1人に1台の状況にまで普及している携帯電話で、NHK のテレビ番組が視聴できるようになったことから、後に家庭用のテレビを持たない世帯での NHK 受信料での扱いが問題となった。NHK はワンセグ携帯電話はテレビ放送が受信できる機器である以上、所有者は受信料を支払わなければならないという主張をしてきたが、大手携帯電話キャリアでは受信料についての案内をしてこなかったため、ワンセグ付き携帯電話の所有者の多くが受信料を支払わないまま NHK のテレビ番組を視聴することになった。2010年代後半にはこのワンセグ付き携帯電話の NHK 受信料が争点となった裁判が行われ、2019年3月には最高裁判所で NHK の主張が認められている。しかし2010年代後半以降は動画共有サイトの YouTube での各テレビ局公式アカウントによる番組配信、VOD 視聴に対応したスマートフォンアプリを使った TVer、Hulu、Netflix、Amazon プライムビデオなどの普及、前述のワンセグ付き携帯電話の NHK 受信料が争点の裁判が行われたことなどの問題から、日本メーカーの機種も含め、ワンセグチューナーが内蔵される携帯電話は、減少してきている。2004年、3G スマートフォンの登場。2004年12月、3G ネットワークを利用するスマートフォンボーダフォン 702NK が発売された。それまではフィーチャーフォンが主体であった市場が徐々にスマートフォンに参食されていくことになる。パソコンが普及する一方で、フィーチャーフォンが日本ほど高機能ではなかったアメリカでは、このあたりからブラックベリーなどクワーティキー付きのスマートフォンが普及を見せ始めていた。しかし、日本では2000年代中盤に主流だった日本メーカーのフィーチャーフォンと比べカメラ画素数などのスペックが低い上、キャリアメールなど大手キャリアの各種サービスやお財布携帯などに対応しておらず、折りたたみ式が主流だったフィーチャーフォンと比べ大きくて重かったスマートフォンは市場で大きな人気を得ることはできなかった。また、タッチパネル技術も未熟である上、パソコンに近い操作性で、当時のフィーチャーフォンの操作に慣れ親しんだユーザーには、操作が難しかった。スマートフォンの普及には2008年の iPhone3G 発売まで待つ必要があった。スマートフォンは、フィーチャーフォンや PDA のさらなる発展型であり、自分でカスタマイズできるなど、超小型パソコンとも言える機能及び、オペレーティングシステムを備えている。2005年、ウィルコムの登場、e モバイルの設立。2005年2月に、DDI ポケットから社名変更した、PHS 事業者のウィルコムが誕生した。また、インターネットサービスプロバイダ事業を行っていた E アクセスが E モバイルを設立し、2007年からサービスを開始し、携帯キャリアは4社体制となった。ウィルコムは大手携帯キャリアよりも早くから、シャープ製で Windows モバイルの W03 をはじめとしたスマートフォンに力を入れ、E モバイルはネットブックやモバイル Wi-Fi ルーターを中心に展開した。しかし、両社とも2010年頃に経営が悪化し、ソフトバンクからの買収、吸収合併を経て、ソフトバンクのサブブランドの Y、モービレとなった。2007年、MVNO 新規参入。2007年11月に、日本通信と NTT ドコモとの相互接続協議にまつわる、総務大臣裁定が下された。これに基づいて、2008年5月に、総務省が MVNO にかかる電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインが改定された。これにより MVNO などの事業範囲が明確化され、また携帯電話事業者とのレイヤーに接続も明記され、仮想移動帯通信事業者の新規参入が促進されることとなった。そして2009年3月に日本通信が NTT ドコモと IIJ が E モバイルと相互接続を開始し、レイヤーに接続による MVNO サービスを開始。これ以降 MVNO の新規参入が相次ぎ、8年後の2017年9月時点では MVNO 事業者が747社に上り、携帯電話などの契約数のうち約1割を占めている。MVNO の多くは当初データ通信のみのサービスで、後に音声通話サービスを提供するようになった。MVNO のデータ通信はインターネット接続をするのに i モードなどキャリアのサービスに依存するフィーチャーフォンでは利用できなかったため、フィーチャーフォンが全盛だった2000年代末までは極めてニッチな存在であったが、2010年代に入り、キャリアのサービスを経由せずにインターネットが利用できるスマートフォンが普及してくると、一般消費者向けにも広まりを見せるようになる。そこで大手キャリアから通信網を借りることにより、ネットワーク維持費を削減し、広告宣伝費や実店舗が少なく、人件費が抑えられる MVNO は、主にライトユーザー向けに、大手キャリアよりも安い料金体系で、音声通話、データ通信サービスを提供するようになった。また、2010年代中盤には、ファーウェイや ASUS、ZTE、モトローラモビリティなど、大手キャリア向け機種をあまり投入していない中国、台湾メーカーを中心に、SIMロックフリースマートフォンが日本でも多数発売されるようになった。それに合わせてコミュニケーションアプリの LINE ですでに高い知名度があった LINE の LINE モバイルやイオングループなど異業種からも含め MVNO への新規参入が相次いだ。このあたりから MVNO は SIM カードの販売だけではなく、SIM フリースマートフォンをセットで販売するようになり、こうしたスマートフォンは格安スマホと呼ばれるようになる。一方、大手もこの MVNO の格安プランに対抗し、2014年には PHS 事業を展開していたウィルコム及び E モバイルを運営していた E アクセスを買収したソフトバンクは、これら2社の買収を利用し、サブブランドの Y モバイルを KDDI は自社グループに MVNO、UQ モービレをそれぞれ立ち上げた。サブブランドは有名タレントによるテレビ CM、大手の販売網を利用した実店舗展開や、それによるアフターサービス、既存の MVNO のネックだった通信速度、事業規模が小さい MVNO では困難であり、大手の流通網を生かした型落ちの iPhone の販売などで差別化を図り、囲い込んだ。また、大手3キャリアでも2017年頃から総務省の指導などにより端末との分離プランの導入やある程度の料金の値下げが進んだ結果、大手キャリアから MVNO への顧客流出に歯止めがかかった。特にこれまでサブブランドを持っていなかった NTT ドコモは菅義偉内閣の値下げ要請を受け、2020年12月に新プランの AHAMOを発表し、ソフトバンクや KDDI もAHAMOに追従する動きを見せている。こうした動きは、非大手系の MVNO にとっては脅威となった。2010年代後半に入ると、フリーテルや DMM モービレの楽天モバイルへの吸収、ビッグローブの KDDI 参加入り、LINE モバイルのソフトバンク参加入り、さらには一時期 SIM フリースマートフォンで高いシェアを誇ったファーウェイがアメリカの制裁を受け、2019年後半以降、Google サービスに対応したスマートフォンが発売できなくなるなどにより、MVNO は苦戦が見られ、淘汰が進み始めている。また、ドコモや au から回線を借りていた MVNO であった楽天モバイルは2019年に自社でネットワークを整備するマノに転換した。さらに KDDI 系の MVNO ブランドであった UQ モービレはそれまで同ブランドを展開していた UQ コミュニケーションズからの事業承継によりマノとなった。2008年 iPhone の日本上陸2007年6月にアメリカで発売された初代 iPhone は GSM 方式で 3G 非対応だったため日本では発売されなかったが翌2008年夏には 3G に対応した iPhone3G が発表され7月には Apple が日本で iPhone3G を発売し携帯電話事業者ではソフトバンクモバイルが独占販売した。1年後の2009年7月にはNTT ドコモから初の Android スマートフォンである HT-03A が発売され、2010年までに各携帯電話事業者が Android 搭載のスマートフォンを発売し、2015年にはスマートフォンの個人保有率が 50% を超えた。iPhone3G の発売当初は、ワンセグなどの日本向け機能や、キャリアメールなどのキャリアの各種サービスにも対応せず、メインディスプレイの画面解像度もフルワイド VGA 画面が主流だった当時、HERB VGA でカメラの画素数も500万画素が主流だった当時、200万画素止まりだったことなど、スペック面の低さへの懸念から売れ行き失速と報じられるなど、普及には懐疑的な見方もあった。しかし、販売したソフトバンクは2009年から iPhone for Everybody キャンペーンを実施し、iPhone の購入時の初期費用を安くできるよう優遇措置を取ったことで、イノベーター以外にも広まり始め、2010年6月発売の iPhone4 では画面解像度がフルワイド VGA を上回る960×640ドットのレティナディスプレイになるなど、スペックも底上げされたことで、当時最新のフィーチャーフォンと遜色がなくなり、普及に拍車がかかった。その後、2011年3月の東北地方、太平洋沖地震直後に東日本の広範囲で携帯電話網がパンクした際、その影響を受けにくかった Wi-Fi に標準で対応しているスマートフォンが注目を浴びたことや、同年6月にはスマートフォン向けコミュニケーションツールである LINE が登場し、キャリアメールに代わる連絡手段として広く普及したことで、携帯電話端末の主力がスマートフォンに移行することになった。またスマートフォンの台頭により主要な端末メーカーの勢力図も変わり、国内では圧倒的なシェアを持っていた日本メーカーがスマートフォンで大きく出遅れてしまい、フィーチャーフォン時代にシェアをほとんど持っていなかった外資系メーカーが市場シェアを伸ばしていった。2010年代以降、日本独自で時代に取り残されていった日本のフィーチャーフォンはガラパゴス諸島の生物になぞらえ、ガラパゴス形態あるいはガラケーと揶揄されるようになる。日本のスマートフォン市場の中でも特に人気となったアップルの iPhone は2011年夏までソフトバンクのみの販売で iPhone を使いたいがゆえにソフトバンクに番号ポータビリティで乗り換えるユーザーも少なくなかった。一方、au とドコモはソフトバンクのみから iPhone が発売されていた2008年から2010年は ISWeb や i モード、キャリアメールに対応できず、ワンセグなどの日本向け機能を搭載していない外資系メーカーの機種が中心だったスマートフォンには慎重で2010年頃から日本メーカーのAndroidスマートフォン参入により、Androidスマートフォンのラインナップを増やしていった。しかし、iPhone を取り扱っていなかった au やドコモは、Android 黎明期の機種の不具合多発などもあり、iPhone の発売までは、スマートフォン市場で苦戦した。2010年夏にネットブック型のいずれ一を、皮切りに iz シリーズを導入し、同年秋から Android au を掲げ、鳴り物入りで Android に参入した au は苦戦の末、2011年10月に、iPhone4S で iPhone を導入し、iPhone 中心の展開に大きく舵を切った。2010年春の Xperia SO-01B で Android 端末としては初めてのヒットを収めたものの、その後も iPhone を扱えず、特定のメーカーの機種を優遇せずに、日本、韓国メーカーの Android を手広く主力として販売していたドコモは大きく苦戦し、2012年11月には2006年10月の番号ポータビリティ開始以来最多となる21万件の転出を記録した。そこで2013年夏モデルからドコモは Xperia A と Galaxy S4 の2トップ販売で特定のメーカーの機種を優遇して販売するようになり、2013年9月にドコモも iPhone5S、iPhone5C で iPhone を導入した。それ以降、大手3キャリアとも iPhone が主力機種として展開されるようになり、iPhone の新規購入者向けには多額の販売奨励金が導入されるようになった。さらに、2019年10月から大手キャリアとなったものの、iPhone が導入できていなかった楽天モバイルでも、2021年4月から iPhone が導入された。一方、アップルなど外資系メーカーに先を越された日本メーカーも2010年頃からお財布携帯やワンセグ対応、防水、防塵、点キーなど当時の外資系メーカーの機種にない機能を搭載させながら Android スマートフォンへと進出したもののカスタマイズされたシンビアン OS などフィーチャーフォン用 OS とは全く異なる Android の開発ノウハウが未熟だった2012年頃までの黎明期の機種は電池持ちが悪く、さらには異常な発熱、電話の誤発信などの誤作動、再起動の繰り返しなどの致命的な不具合が多かった。これにより動作が比較的安定していた iPhone など外資系メーカーのスマートフォンに変えるユーザーが増えることで日本メーカー離れが進み、さらに各キャリアのキャッシュバック、旧機種下取りなどの iPhone の販売面での優遇措置やiPhone 人気に合わせたサードパーティーによるケースなどのグッズの拡充により iPhone のシェアが過半数を占めるほどにまで高くなった。こうしてフィーチャーフォンの時代にはシェアの高かった日本メーカーはフィーチャーフォン市場が衰退しスマートフォンに市場が移行するにつれてシェアを落としたり携帯電話事業そのものから撤退したりしていった。2010年3.9G の導入2010年12月に NTT ドコモが第 3.9 世代移動通信システムの LTE 通信サービス XE を開始。2011年には au 系の UQ モバイルにより au 向けの WiMAX を開始。2012年2月にはソフトバンクモバイル系のワイヤレスシティプランニングがソフトバンクモバイル向けに AXGP を使用した。ソフトバンク 4G を開始。3月には EE アクセスが e モブル LTE を KDDI 沖縄セルラー電話連合が au4GLTE を9月にはソフトバンクモバイルがソフトバンク 4GLTE を開始した。2012年 2G サービス、自動車電話サービス、列車電話サービスの終了を2012年3月に NTT ドコモのムーバサービスが終了。2G を使用している自動車電話、列車電話サービスも終了。2014年、高音質な通話サービスボルトの開始2014年6月には、NTT ドコモが、12月には、KDDI、沖縄セルラー電話連合とソフトバンクモバイルが、従来の G711 よりも高音質な、音声コーデックアムール WB と EBS を使用した、音声通話サービスボルトを開始。2015年、ガラホの登場フィーチャーフォンからスマートフォンへと主力市場が急速に変化していく中で、三菱電機、三洋電機、東芝、日立製作所、カシオ計算機、NEC など、それまでフィーチャーフォンを手掛けていた多くのメーカーが、携帯電話市場から撤退し、2012年以降、フィーチャーフォンの新機種が急速に減っていった。その一方、大手3キャリアが通話定額サービスを相次いで開始した2014年度には、フィーチャーフォンの出荷台数が2007年度以来7年ぶりに増加するなど、操作が容易で音声通話がしやすいフィーチャーフォンの新機種を望む声が一定数あった。そこで従来の操作体系をできるだけ維持しつつも、この頃にはすでに広く普及していたスマートフォン用の Android OS や部品を使うことで開発コストを抑えた Android フィーチャーフォンが2015年の au 向けのシャープ製アクオス系 SHF31 を皮切りに登場し、富士通コネクテッドテクノロジーズ、パナソニックモバイルコミュニケーションズ、京セラも追従していった。また、従来のフィーチャーフォンでは対応できなかったウォルトに対応した 4G の Android フィーチャーフォンも登場した。その結果、2018年1から3月期には、ガラホを除くフィーチャーフォンの出荷台数が0になった。Android、フィーチャーフォンの登場により、すべての携帯電話が 4G に移行できるようになったため、2026年3月31日のドコモのフォーマの停波をもって、日本の 3G 携帯電話は25年の歴史に幕を下ろすことになる。2017年、M2M 等専用番号020の割り当て IoT M2M 向けデータ。通信専用機器の需要を見込み、2017年1月に M2M 専用の電話番号が020帯に割り当てられた。2018年、SIM ロック解除の義務化。2018年8月、総務省がモバイルサービスの提供条件、端末に関する指針を改正し、携帯電話事業者が中古スマートフォンにおいて、SIM カードの SIM ロック解除に応じることを義務付けられた。2019年、楽天参入で4キャリア体制へ。2012年のソフトバンクによる e アクセスの買収後、マノは3キャリア体制になっていたが、2014年に NTT ドコモ回線を使った MVNO として、携帯電話業界に参入した楽天が、2017年12月に携帯電話キャリア事業への新規参入を表明し、2019年10月に、自社回線によるマノとしてのサービスを開始。これにより、再びマノは4キャリア体制となった。2020年、5G の導入。日本は、アメリカや中国、韓国などと比べ、5G で遅れをとっていたが、2019年秋に、ラグビーワールドカップ2019に合わせ、NTT ドコモが 5G プレサービスを実施し、2020年3月に、ようやく大手3キャリアで 5G サービスが導入された。また、2019年10月からマノとなった楽天モバイルも2020年9月から 5G を導入している。ただし、サービスエリアは2020年11月時点で大都市中心部や有名観光施設などごく一部に留まっており、今後のエリア拡大が課題となっている。なお、端末面では同年には日本で人気の高い iPhone の最新版で 5G に対応した iPhone12 シリーズ4機種が大手3キャリアで発売され、 5G 対応スマートフォンの普及が進むとされている。2021年1月末にはソフトバンクウィルコム沖縄が提供する PHS サービスが法人向けテレメトリングサービスを除いて提供終了した。インセンティブ制度。携帯電話PHS の契約数を多く獲得する目的で、購入時の端末価格を抑えるために、月々の基本料金から販売店へのバックマージンを支払うというビジネスモデルにより、1円から数百円など端末原価を大幅に下回る価格で、端末が乱売されることもあったが、その反面、中途解約に対して違約金を請求される、縛りという問題もあった。2000年前後頃、周波数帯域の不足と震災。2000年前後から各キャリアの契約者数が増え、以前のように無線の強さよりも限られた周波数帯域を奪い合う弊害の方が目立つようになった。とりわけ大きな地震が起きるようになると、一番手軽に対外情報を確認できるツールとして、一斉に携帯電話を使うのが当たり前になってきている。その度に携帯電話会社の設備容量を超える発着信が発生し、服装による発信規制を敷くなど、1995年の阪神・淡路大震災の頃とは状況が変わった。携帯電話会社や機種によって通話と通信の両方が同時に規制される場合と、どちらかが規制される場合がある。最大手の NTT ドコモは大規模地震の時の発信数は通常時の数十倍と発表している。地方公共団体や電気、ガス、公共輸送機関など災害復旧に通信を必要とする利用者向けに発信規制時も災害時優先電話によって複層時でも優先接続できるサービスが提供されたり、優先接続対象外の利用者向けには効率的に情報をやり取りできる臨時伝言板サービスが設けられるなど対応が細やかになってきている。利用者像と電話番号逼迫対策、さらに携帯電話の爆発的な普及により数回にわたる電話番号逼迫対策が行われた。1988年に 160km 以内は 030BC ディフグ、160km 超は 040BC ディフグの準地域無指定方式に移行してからは、最大1000万契約まで収容できるようになったが、1995年頃から番号が不足してきたため、1996年には 160km 以内 080BC ディフグ、160km 超 090BC ディフグも追加された。同年に 010BC ディフグが追加されると 040BC ディフグ及び 090BC ディフグは、一旦廃止され、完全地域無指定方式に移行した。1997年には 020BC ディフグも割り当てられるとともに、同年から翌年にかけて、一旦廃止された 040BC ディフグ及び 090BC ディフグも再び用いられた。それでも、番号容量が不足したため、1999年から 090、アブクド F グの11桁に移行した。2002年からは080アブクド F グも追加されたが、2012年には PHS 専用だった070アブクド F グを携帯電話に開放する方針が総務省から発表され、2013年11月より導入。なお、導入までの間に逼迫が生じた場合は、これまで未割り当てとなっていた090アブクド F グの割り当てによって当面しのぐとしている。前述の通り PHS サービスが2021年1月末に提供終了したが、070から5から6の電話番号帯の利用予定は未定である。通信事故の報告義務通信障害が起こり、その対象者が3万人以上かつ通信障害が2時間以上継続した場合は、電気通信事業報告規則にのっとり、制限を行った日から3ヶ月以内に、書面等を総務大臣に提出しなければならない。収益構造の変化、2008年に iPhone が発売され、2010年に各キャリアが Android 搭載のスマートフォンを投入すると、一般利用者にもスマートフォンが普及し始めた。それまでのフィーチャーフォンはスマートフォンにとって代わられた。元来、音声通話による料金収入が減少していた通信会社は、i モードなどのようにフィーチャーフォン上のインターネットサービスの提供と事業者の回線との間に縛りを設けることによって囲い込みをし、そこで行われる様々なインターネットサービスを収益源としていた。一方、スマートフォンはパーソナルコンピュータと同様にオープンネットワーク、すなわち携帯電話事業者の回線に縛られないアクセスを基本としているため、キャリアによる囲い込みができず、無線ネットワークインフラストラクチャを提供するだけの土管化してしまう懸念がある。そのため携帯電話事業者は通信販売事業に出資したり、電子書籍、動画配信サービスなどのメディアコンテンツ事業、クレジットカード、電子決済などの金融、決済事業、IoT 関連の新事業に参画するなど、新たな収益源を模索している。古くは、事業者回線での囲い込みと同様に、ポータルサイトの提供による利用者の囲い込みも重要であったが、オープンアクセス化とクラウドコンピューティングの進化により、Apple や Google ほか、スマートフォンのオペレーティングシステム及びクラウドサービスを提供する企業に、インターネットサービス面で主導権を奪われている。日本における携帯電話の加入数日本国内の電気通信業界の主な変遷2021年、2022年、2023年、2024年、2026年日本の音声通話端末は1990年代はストレート型やフリッパー型が主流だった。それまで折りたたみ型はあまり存在しなかったが2000年頃から人気が上昇し始めた。2002年には各キャリアがカメラ付き携帯電話をラインナップのメインに据えたため、大画面化に有利な折りたたみ型が主流となり、ストレート型は少なくなっていた。ビジネスユースが主流だった時代は携帯電話機の本体色に使われる色は黒色系がほとんどを占めていたが、パーソナルユースの普及率の増加に従い、カラーバリエーションが展開されるようになった。2003年頃からは、折りたたみ型の画面側が回転する回転二軸ヒンジ型の形状やメインディスプレイが常に外側を向くスライド型、回転型が増え、2006年にはワンセグ対応機種の登場に伴いサイクロイド型も現れた。また、上記の基本形状の他にもサブディスプレイや外部アンテナの有無、バッテリーの位置など様々な形状がある。音声通話端末でも別売りのケーブルを使うことで、多くの端末でデータ通信も行うことができる。以前は音声通話に適した端末が主流だったが、データ通信に特化した形状の端末も利用者が増えている。そのような端末で音声通話をするときは、ほとんどがパソコンや PDA に専用ソフトを入れてヘッドセットを使うのと同様に行う。また音声通話に対応していないものも存在する。第2世代移動通信システムが主流だった頃は 9.6kbps や 28.8kbps など低速で通信料金も重量制が主流だったが、第3世代移動通信システム以降のサービスが主流になってからは下り 14mbps などモバイルブロードバンドと呼ばれる高速な通信が主流になり、通信料金が定額制なのが主流になっている。その反面、意図的に速度を抑えることで安価に提供するサービスも存在する。また、通信モジュールも存在し、モジュール単体では使わず、自動販売機などに組み込んで使う。取り外しを考慮していないものが多いが、PHS には WSIM のように差し替えて使うことを前提としたものも存在した。音声通話端末形状データ通信専用端末。形状データ通信端末形状プラットフォームに関しても日本は独自の発展をしてきた。日本の携帯電話の OS には長くリアルタイム OS のトロンシリーズが採用されてきたが、高機能化に伴い汎用 OS が採用されるようになった。その代表格であるシンビアン OS や Linux、Blue などを携帯電話に搭載する動きは世界的な傾向になっている。なお、日本以外の携帯電話では、糸欄の採用は最初からほとんどない。典型的な日本の携帯電話のキーボード日本の携帯電話特有の機能として、日本語入力に関連するソフトウェアが挙げられる。限られたキーで50音の入力を可能にするため、1のキーに50音図のあ行の文字、2のキーにか行の文字などを割り当て、トグル入力にタッチ入力。フリック入力などの方法で入力させる。入力した文字列は、カナ漢字変換することができるほか、辞書や過去の入力履歴から入力を省力化できる入力予測が搭載されている。この2社を処理するソフトウェアとして、ジャストシステムの ATOC、オムロンのUNNシリーズ、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズの PBAX などがある。過去には、東芝のモバイルルポ、シャープの携帯書院などワープロ機に由来するものもあった。またフォントも字体の多様な日本語にとっては重要である。代表的な製品としては、シャープの LC フォント、NEC のフォントアベニュー等があるほか、森澤の新語や新丸語が携帯電話用に移植され、アンチエイリアス機能を合わせて搭載することで、ただ表示するだけではなく綺麗で見やすいフォントを採用するという動きもある。2001年には通信速度の高速化、電波利用効率のさらなる改善、通話、通信品質の向上、国際ローミングサービスの拡充などを目的とした CDMA 方式の第3世代携帯電話サービスが NTT ドコモにより開始された。2002年には KDDI が CDMA2001X のサービスを開始。なお、日本以外ではアナログ式が残る地域も存在する。日本での携帯電話事業者は2016年9月、現在、いわゆる大手3社と格安スマホの事業者とに分けることができる。格安スマホの場合は、回線は大手3社のものを事業者が借り受け、マノがやるような自前の基地局やネットワーク網を建設せず、設備投資などの必要が少なくて済むことによって、低価格によりサービスを提供することが可能であるとしている。2018年現在、MVNO で格安スマホのサービスを行っている会社の多くは、NTT ドコモの回線を借り受けており、KDDI はマイネオと UQ モバイル、JCOM モバイルの3社のみ。ソフトバンクは Y モバイル以外の外部格安スマホ事業者への貸し出しはしていなかったが、2018年9月よりマイネオへの貸し出しが開始される予定。このうち大手の3社は携帯電話事業者は当初地域ごとに別の会社でなければならなかった。その後各社ともに全国地域会社を統合している。当初 BB モバイル、E モバイルが 1.7GHz 帯、WCDMA、IP モバイルが 2.0GHz 帯、TDCDMA 方式による新規参入を表明、2005年9月に基地局の免許を申請し、フィールドテストなどが行われた。同年11月には、この3社に対し総務省が参入の認定を行い免許を交付した。その後、BB モバイルは当初2007年4月1日にサービスを開始する予定であったが、ボーダフォンを買収し、その季節施設と割り当て周波数帯を利用するため、2006年4月、ソフトバンクに交付された免許の返上を申し出た。そして2006年10月、ボーダフォンをソフトバンクモバイルへ称号変更、ブランド名をソフトバンクとし事業を展開した。E モバイルは HSDPA により2007年3月31日に、データ通信専用型サービスを開始した。日本国内では料金制度として月額基本料に無料通話分を含んだパック料金がある。また、料金前払いのプリペイド式携帯電話もある。国外では固定電話よりも普及の早い発展途上国もあり、時間貸しの公衆電話としての利用もある。日本の場合、電報、コレクトコール、ダイヤル Q2、ナビダイヤル等、テレドーム等は全部、または一部の事業者から利用できないものがある。また、フリーダイヤル等はかける先側での契約がされていないとかけられない。新幹線の公衆電話からは NTT ドコモ以外の事業者には発信できない。また、留守番電話、転送電話機能やキャッチ本機能を備えたサービス、端末が一般的である。音声通話の場合は、通話時間、データ通信の場合は、通信時間、またはデータ量で算出される。また、世界的に早い時期にデータ通信の定額制を導入しているソフトバンク、パケットし放題。最近では、音声通話の定額制も一部で始まっており、大々的に CM を行ったため話題を呼んでいる。欧米の事業者は、周波数使用権をオークションで購入する費用、日本の事業者はインセンティブに多額の費用を負担しており、両社の料金を単純に比較することはできない。赤外線通信現代の携帯電話端末では、着信の際、発信者が非通知設定、通知不可能、公衆電話発信の回線等でない限り、ディスプレイに発信者番号が表示される。また、端末の電話帳機能に登録している番号に合致した場合には、登録した名前も表示できるものもある。この機能を悪用したワンキリという問題がある。着信音に用いる音楽を着信メロディ、操作しない状態でディスプレイに表示されている画面を待ち受け画面と呼ぶ。最近では着信音を歌唱音声を含めた音楽データに設定できる機種もある。現代では着信番号に連動して着信時の演奏曲を設定できる機能がほとんどの端末にある。2000年頃からの携帯電話は多機能化しており、インターネットに接続できる機種やデジタルカメラを内蔵して静止画を撮影可能な機種、さらには動画撮影ができる機種、アプリケーションをダウンロードして実行できる機種、イージーアプリ、オープンアプリプレイヤーに発展なども多い。一部、テレビ電話もできるようになった。一方、多機能化により2003年頃から電話機に組み込まれたソフトウェアの不具合が頻発しているが、キャリアショップへの持ち込みによるソフトウェア書き換えの導入や、エアダウンロードによるネットワーク経由でのソフトウェア更新技術の導入により、端末の改修、全交換に至るものは減少している。ただし、ソフトウェアの書き換えに失敗した場合、移動機内部のデータ消失や起動不可能になるケースもあり、万全の準備をして手順通り書き換えを行うべきである。2006年にワンセグ放送が始まったのに伴い、ワンセグ対応端末も発売された。放送開始時は P901FW33、SA905、SA1 の3機種が販売された。ポケットベルからショートメールへ1990年代前半から中盤にかけては PHS、携帯電話の料金が高価だったこともあり、料金の安価なポケットベルが女子高生、女子大生を中心に広く普及し、また、数字以外のカタカナ、英字、絵文字も送ることができる、フリーメッセージ機能が登場したこともあり、コミュニケーションツールとしての活用方法が拡大していった。1990年代半ばからは PHS が全国でサービスを開始し、携帯電話もデジタル方式の第2世代移動通信システムのサービス開始に伴い、PHS、携帯電話でウェブサイトの閲覧やショートメッセージサービスの利用が可能になった。なお当時のショートメールは、ポケベルのフリーメッセージ機能を強く意識して設計されており、海外の SMS と違って絵文字を使うことができたり、ポケベルの文字入力方式を真似たベル打ちを採用した機種も多かった。そして、1997年に携帯電話の各キャリアが SMS サービスに標準対応したモデルを市場に投入し始めると、大学生以上の個人ユーザーが急速にポケットベル離れを起こし、携帯電話がポケットベルにとって変わるのに大きな役割を果たした。PHS では1996年4月に DDI セルラーにより楽しメールの名称で、携帯電話では1997年6月に NTT ドコモのデジタルムーバのサービス開始により、ショートメールの名称で SMS サービスが始まった。このメールサービスは電話番号だけでメールを送受信できるショートメールだった。ショートメールからキャリアメールへ、ショートメールは同一キャリアの契約者間でしかメールを送受信できないという大きな欠点があり、キャリアメールが普及した後の2011年7月に NTT ドコモ KDDI 沖縄セルラー電話ソフトバンクモバイル e アクセスが相互接続を開始するまで他のキャリアの契約者にショートメールを送ることができなかった。1999年から各社で携帯電話のインターネット接続サービスが始まり、それに伴い他キャリアの利用者にもメールを送ることができ、電子メールも使えるキャリアメール、イスウェブメール、スカイメールが始まった。なお当時はパケット通信料が重量制で、なおかつ高額であったため、親に携帯電話代を支払ってもらっている中高生は通信費を抑えるためにワンキリをメール代わりに使う者もいた。しかし2000年代半ばにパッケット定額制の料金プランが定着したことをきっかけに送受信に追加料金がかからないキャリアメールは中高生にも広く普及するようになった。ちなみに2008年7月に iPhone 3G が発売されたことをきっかけにスマートフォンが普及し、スマートフォンではショートメールに相当するものを SMS と呼んでいたことから、ショートメールは SMS と呼ばれるようになった。キャリアメールから LINE へ2011年6月には、携帯電話向けインスタントメッセンジャーの LINE が登場。2012年10月には、首相官邸公式アカウントが開設され、2014年7月には、日本国内の利用者数が5200万人を超えるなど急成長し、若者をはじめとして 30.40 代にも、コミュニケーション手段として LINE を使用する動きが広がり、キャリアメールの利用が減っていった。なお、日本国外では WhatsApp、Facebook メッセンジャー、Skype、Tencent、QQ、微信などのスマートフォンでも利用可能なインスタントメッセンジャーが普及しており、欧米の通信キャリアを中心に SMS 利用者の減少による危機感から2012年からリッチコミュニケーションサービスに基づくインスタントメッセンジャーサービスが各キャリアで行われている。また2010年代前半から仮想移動体通信事業者が普及し始めたが、移動体通信事業者は仮想移動体通信事業者に対してキャリアメール MMS などの付加サービスを貸し出していない。このため移動体通信事業者は契約者にキャリアメールの代替として電子メールアドレスを別途提供することが多い。ただしキャリアメール特有の迷惑メール対策があだとなり、移動体通信事業者契約者が送信したメールが迷惑メール扱いになって、キャリアメールに届かないなどの事態が生じており、これもキャリアメール離れの原因の一つとなっている。iPhone の SIM カードスロット総務省は、2010年4月に主要携帯電話4社、消費者団体、端末製造業界代表、MVNO1 社及び、携帯電話の SIM ロック解除について公開ヒアリングを行った。さらに、SIM ロック解除についてのガイドライン案を5月に発表し、これに対するパブリックコメントの受付を行った。そして、6月30日には、SIM ロックの解除についてのガイドラインを発表した。これによると、通信事業者の自主的取り組みにより、2011年4月より、SIM ロックの解除を行うというものであり、法的な強制力の伴わない規制となっていた。2014年6月、総務省は2015年度にもロック解除を義務付ける方針を固めたと報道され、7月には2015年度にも解除を義務付けると正式に発表された。そして2015年5月1日以降に発売された携帯電話は、ごく一部の例外機種を除き、SIM ロックを解除できるように義務付けられた。この項には、主に通信インフラや通信キャリアが関係するビジネスモデルの問題点について記述する。日本の携帯電話のビジネスモデルは垂直統合モデルと呼ばれる。これは通信事業者が指導的立場に立って端末やサービスの使用を決定し、端末メーカーやコンテンツプロバイダはこれに従うというものである。端末やコンテンツが事業者ごとに囲い込まれるため、新機能や新サービス、またそれを活かしたコンテンツを足並みを揃えて速やかに普及させることができる。また、端末は事業者を通じて販売され、その後の料金収入を当て込んだ多額のインセンティブによって端末販売価格の大幅な値引きが可能となるためだか機能端末の普及も促進される。しかし、利用者が事業者と端末の組み合わせを自由に選ぶことはできないし、ある事業者の下で提供されているコンテンツを他の事業者で利用することも難しい。このようなビジネスモデルの違いにより、日本と世界では端末やサービス、ひいては携帯電話を取り巻く文化に至るまでガラパゴス化とも呼ばれる大きな違いが生じている。一方、近年の日本ではインセンティブに頼る端末販売政策の限界や矛盾、寡占構造による市場構造の固定化などの弊害に鑑み、2007年、総務省はモバイルビジネス研究会という諮問グループを設置し、市場活性化についての答申を行わせた。モバイルビジネス研究会は2007年9月に最終報告書をまとめたが、その報告書において、従来型の端末販売奨励金を中心とした販売の見直しの必要性を指摘した。この答申結果に基づき、総務省は2007年10月に端末販売奨励金付きの従来型契約と端末販売奨励金なしの端末費用と通信費用の分離型の契約の2つをユーザーが選択できるようにするべきであるというガイドラインを打ち出した。この総務省ガイドラインを受けて、ドコモ及び KDDI の2社は新しい料金プランを発表した。ソフトバンクモバイルは総務省方針に先駆け端末費用を月付払いできるようにしていた。ビジネスモデルの転換また2000年終盤のフィーチャーフォンからスマートフォンへの移行期に、いわゆるネットワークインフラのただ乗りが進み、従来型のビジネスモデルの弱体化により、通信料収入の依存が高まることによる収益の先細り、いわゆる土管化が問題になった。2008年7月の iPhone 日本上陸以降、スマートフォンの普及が進み、ガラパゴス化した垂直統合モデルが弱体化していった。また2006年10月には番号ポータビリティが開始され、2010年12月には総務省がSIMロック解除に関するガイドラインが制定され、2012年頃から携帯電話回線の提供に特化した仮想移動帯通信事業者が普及しだすなどの事情もあり、携帯電話事業者の土管化は避けられなくなってしまった。そこで2010年代前半には各社各用のビジネスモデルに転換することになった。NTT ドコモは通信回線の提供、インターネットを使用したコンテンツサービス事業の実施やコンテンツサービス事業者に出資するというビジネスモデルに転換。KDDI は携帯電話、固定電話、インターネット回線、ケーブルテレビなどを連携させた通信事業、コンテンツサービス全体で収益を得るビジネスモデルに転換。ソフトバンクはグループ全体の事業を再編。ソフトバンクは携帯電話事業に専念し、親会社のソフトバンクグループは通信事業者から投資会社に先祖返りすることになった。2年縛りとは最短の契約期間を2年とする契約条件のことを指す。解約できる期間は25ヶ月目の1ヶ月まであり、その1ヶ月間だけ無料で契約を解除できる。日本で問題視されているのは、この契約を解除できる条件にある。契約を無料で解除できるのはあくまで25ヶ月目の1ヶ月間のみとなっており、26ヶ月目以降は再び2年縛りが再開され、次の2年契約満了である49ヶ月目までの間の解約には費用がかかる。このシステムは2007年8月22日に NTT ドコモが一人でも割50として提供開始した。翌月2007年9月1日には KDDI が誰でも割として提供を開始した。2007年1月16日、ソフトバンクが提供し始めたホワイトプランは、当初25ヶ月目以降は違約金は不要で解約可能としていたが、2010年4月にホワイトプラン N と解消し、更新月以外の解約時に違約金が必要なシステムへと解約した。それ以降、NTT ドコモ KDDI、その他事業者もこれに倣い、更新月以外の解約に違約金が必要な契約を基本とするようになった。このシステムの特徴は、いくら長期間契約し続けても違約金が割り引かれないことにある。これは24ヶ月の契約期間の満了後、直後の1ヶ月間のみ無料で解約する猶予があるものでしかなく、その1ヶ月の猶予を過ぎた時点で2年縛りを再開する。なお、無料解約の猶予期間以外で解約すると、各種割引サービスに応じ、最低1450円以上の解約違約金や手数料を課する上、違約金の上限に制限がないことと、違約金の前払いを一切受け付けないため、高額の負担を強いることになる。2012年には、この2年縛りによる契約システムが不当だとして、KDDI を相手取った裁判を起こし、解約金の一部を返金するよう原告の訴えが認められた例があるが、ドコモを相手取った裁判では2年縛りは有効だとの判決が出された。2014年、この問題を受けた総務省は2年契約満了時にはいつでも無料で解約できるよう各社に要請する方針を明かした。これらを受け、2015年に総務省が大手3大キャリアに対し2年縛りを撤廃し、なおかつ利用者へ2年縛りの期間が満了する通知を出すよう命令した。これを受けてまず NTT ドコモが契約満了月の解約料無料期間の猶予を1ヶ月から2ヶ月に延長することを決め、2年縛り、終了後に縛りのない料金プランを選択できる、発表した。2年縛りコースを継続した場合の約金は、従来通り減額はされない代わりに、24ヶ月ごとに D ポイントを付与するコースとなった。対して、au ソフトバンクは月330円の上乗せと、引き換えに3年目以降の解約違約金が不要となる、プランを発表した。このプランは、過去2年以上の利用分や実績を一切考慮しておらず、新規で2年以上契約するよう変更する必要がある。このプランで契約した場合、最低32ヶ月以上契約し続けることで、違約金に相当する差額1万560円を分割で支払うことになるが、33ヶ月目に入っても差額の上乗せ分が廃止されないまま支払い続けることになる。2018年6月6日、総務省は NTT ドコモ KDDI ソフトバンクの3社に対し2019年3月末までに違約金及び25ヶ月目の通信料金のいずれも支払わずに解約することができるよう措置を講ずることを要請したが2年縛りや違約金の規制を命じる強制力がないため2017年末においてもなお具体的な法規制は進んでいない。この2年縛りは、俗に囲い込みとも言われている。また、パソコン専門小売店の PC デポでは、さらに悪質な12年縛りというものもあった。これは、モバイル端末に加えて、ルーターやその他オプションサービスなどを同時契約するサービスだが、それぞれ単体のサービスが24ヶ月縛りや36ヶ月縛りなど、違約金が発生する時期が異なっており、すべてのサービスの違約金が無料になる時期が145ヶ月目しかないというものだ。通信キャリアで携帯を購入する際に、端末商品と広告で実質0円と強調する商品が数多く存在する。これらの端末はもちろん無料なわけがなく、実際は2年以上の契約と割高なプラン契約を条件とした上で、毎月の使用料金の割引額から差し引いて、2年契約満了時に割引総額から端末分の料金を支払う分割払いの仕組みのことを指す。いわゆる本体価格の見た目は0円でも、最低2年間は分割払いで負債を抱え、信用情報に掲載されることになる。そのため、2年契約満了前に機種変更や乗り換えなどをすれば、本体分の債務が発生するのが一括0円との違いだ。これを知らずに端末が無料で手に入ると誤解し、実質0円の端末を購入する初心者が多いと言われている。また端末そのものの値段や通信量が本当に安いのか判断しにくくなる問題もあるが、結局のところ消費者から見れば決して安いと言い切れない面がある。またソフトバンクの場合、2013年決算では1兆円の営業利益を上げたが、キャリア側は実質0円にできるほど、携帯料金や違約金を自ら負担しているにもかかわらず、これほどまでに膨大な利益を出しているのは異常かつ、通信料金に機種代金を上乗せしているのではないかという指摘もされている。2016年頃からは実質0円の販売が規制されたが、その対策として、実質1円と謳う商品が出始めるようになった。このように規制の意図がかいくぐられ、ほとんど意味をなしていない。一般的な意味での頭金は、商品を分割払いで購入する際に、購入商品の代金の一部として最初に支払う金銭だが、携帯電話の販売においては、分割、一括といった支払い方法に関係なく、携帯端末の販売価格や機種、変更手数料などの必要経費とは別に、頭金と称して、携帯端末支払額を上乗せして請求されることがある。この頭金は、販売代理店の販売業務に対する手数料や、代理店独自の販促イベントや、セールなどの原資という名目のもとに、代理店の裁量で決められるため、金額の幅が非常に広い。全く請求されない場合もあれば、端末代金の一括払いや2年4割の割引サービスに加入するといった比較的軽度な条件で免除されるケース、悪質な場合だと頭金について一切言及せず合算した金額を提示したり、頭金の免除と引き換えに有料コンテンツへの加入やオプション商品の購入を迫るなど実態や形態は様々だ。なお、この頭金は通信キャリアには入らず、代理店の収入となるため、通信キャリアの直営店や公式オンラインショップでは、そもそも存在しない。しかし、多くの消費者には通信キャリアの名を冠した公式ショップには、直営店と代理店の2種類があることはあまり知られておらず、そもそも直営店の数自体も、国内数カ所の大都市に1店舗ずつなど、非常に少ない。またこれらの公式ショップに限らず、家電量販店や大型商業施設の携帯電話コーナーも代理店の扱いとなるため、最寄りの店舗などで購入していれば、程度に差はあれど知らず知らずのうちに支払っている可能性が高い。本来、同じ商品であっても店舗によって販売価格が異なるのは、携帯電話に限らず多くの物品において、ごく当たり前のことだが、携帯電話の購入においては、こうした店舗による価格差を一般的な意味とはかけ離れた独自解釈の頭金によって形成していることで最終的に支払うべき金額が分かりづらくなっている。キャッシュバックとは番号ポータビリティの理解と2年以上の契約などの条件の上で端末料金の一部が払い戻されるサービスのことを指す。NTT ドコモが iPhone5S を取り扱い始めた時期から、このキャッシュバックの比率が年々上がる傾向があり、端末1台のキャッシュバックが平均7から8万円に上るケースもあった。高額化したキャッシュバックを利用して、多数の携帯電話を契約して、キャッシュバックを稼ぐ者もいた。2014年時点で MNP 利用者は550万人おり、携帯電話全体の契約数からすると 5% に相当する。この MNP 利用者に年間およそ3400億円のキャッシュバックが支払われており、残りの契約者である 95% がこの金額の穴埋めをすると1人当たり年間2800円となる。これは 5% のユーザーのために 95% のユーザーが1人2800円ずつ出し合って、MNP 利用者に流れている事情がある。これは、いわゆる短期契約者が得をし、長期契約者が損をする全体像を表している。長期間にわたって、携帯電話を契約している利用者から不満が募っていたため、まずは代理店、販売店業界の自主規制という形で、2014年2月に販売規制がかかり、電気通信事業者協会は2014年4月1日から毎月の MNP 移動数の公表を終了し、四半期おきに公表する方式に転換した。総務省も2016年2月に過度なキャッシュバックをやめるよう、携帯電話事業者や販売店に通達を出した。もし従わない場合は、新たな携帯電話周波数帯の割り当てをしない方針としているため、キャッシュバックによる新規顧客獲得競争は沈静化した。日本の携帯電話、スマートフォンを扱う3キャリアの基本料金プランは 2GB で8000円以上のように最低でも月額数千円単位の高額な選択肢しか用意されておらず、基本料金の下限を非常に高く設定している一方で、上限については明確に制限していない。そのため、パケット通信の少ない利用者が上限価格の料金を負担するのは利用実態と料金がかけ離れている問題がある。これを懸念した総務省は2016年度にもデータ通信量の少ない利用者に上限が定額のプランを提供するよう義務付ける方針を発表した。これに対してソフトバンク KDDI は 1GB2900 円のプランも導入5分以内の通話が無料のプランを利用した場合の月額が5500円を切るようになった。対して NTT ドコモは家族間で使えるプランの拡充のみに止めた。なお、3社ともこれらのプランでは端末代の値引きサービスが受けられなかったり、値引き額が減額されたりする場合がある。その一方、ソフトバンクは2016年9月8日に月6000円で 20GB 通信可能のプランを発表した。スマホダイライトとギガモンスター 20GB の組み合わせで月8800円でスマートフォンを利用することができる。NTT ドコモと au も追随。大容量向けプランを拡充した結果、定額プランの割高感が際立つ格好となった。また、3キャリアとも横並びの同じ料金設定となっているため、消費者側の選択肢がなくなっている問題も指摘されている。日本のキャリアから販売される携帯は、料金や契約内容が複雑な傾向にある。これに関しては、店側の説明を受けても、前知識がなければ難解な内容であり、店側では、できれば説明したくないという思いが働くが、一方で契約者側も、専門用語が多いため、説明を聞いても理解できないという思いも働くことで合致する。契約側の理解が曖昧なまま話が進んだ結果、月額料金や実質価格ばかりに気を取られ、年間の総額はいくらになるかを意識しないユーザーが後を絶たない。これは2014年4月以降総額表示義務が廃止されたことで、最終的な消費税、諸経費込みの支払い総額が判別できないことも起因している。その後、携帯の解約に踏み切るときに2年縛りで解約できないなどの契約内容に引っかかり、後から携帯料金の総額を意識してトラブルに発展するケースもある。プランの難解さゆえに、さらに悪質な場合は、店員が知識不足で間違った説明をすることも多くある。日本のスマートフォンは、Android がアップデートされにくい傾向がある。これは、日本のお財布携帯、ワンセグチューナーやキャリアアプリなど独特でガラパゴススマートフォン仕様に OS 側の対応が追いつかないためで日本の Android 端末のアップデートは諸外国に比べて半年や1年以上遅れるのも恒常化している。最悪の場合、発売当初の OS バージョンから一度もメジャーアップデートが配布されず端末サポートが終了してしまう。いわゆる売りっぱなし問題も起きている。本来 Android は SDK から新バージョンが公開されればメーカー側は数週間以内にオタアップデートを配布することが可能で Android 自体のアップデートは迅速に行われているがガラパゴスな日本市場ではメーカーとキャリアの都合でアップデートされないことが多いとされる。一方で iPhone が搭載している iOS については世界とのアップデート遅れは発生していない。LTE の普及に伴い、携帯キャリア各社は通信品質と利用可能なエリアに関して、つながりやすさナンバーワン、最大、XXMBps などと謳う宣伝合戦が行われるようになった。しかし、これらの具体的なデータ収集方法や利用可能なエリアは公表されておらず、一定の基準すら設けられていない。そのため、キャリア各社は、理論上の最高速度のように自社に好都合な解釈によるデータしか公表しないため、総務省の指導が入り、この手の広告に対して規制がかかった。そのため、電波が混雑する都市部、曜日、時間帯によって公表値と実感する速度がかなりかけ離れる。また、高速データ通信で利用可能なエリアも一部の都市部に限られるため、利用者の苦情も増えている。日本の携帯電話の多くは、テザリングを ON にすると、キャリアのアプンに強制変更され、他社のアプンが利用できない仕様になっている。この仕様を備えた携帯電話端末では、MVNO や日本国外の SIM カードでテザリングが利用できない問題がある。これは SIM ロックを解除してもアプンだけは引き続きロックされたままになっているため、消費者から利便性を奪っている旨の指摘がされている。広告上でデータ通信量無制限を謳っていたにもかかわらず、後で契約条項を付け加え、速度制限をかけるよう一方的に契約内容を変える場合もある。速度が出ない、電話料金が高いなど契約上のトラブルが多く見られることから、総務省は電気通信事業法を改正、2015年までにクーリングオフ制度を導入し、2015年5月22日に改正案が成立、2016年5月21日に初期契約解除制度と確認措置の制度が施行された。専門知識のない高齢者などに不要なオプションサービスを押し売りするセールスが問題視された事例もある。2020年にはドコモショップにて店長が親が支払いしてるからお金に頓着、つまりクソ野郎といった侮辱的な言葉を書いたメモで窓口の店員にプランの変更を進めるよう指示した事例もある。親が代表回線を持ち、家族分の利用料を一括して支払っていることから、お金に無頓着だから、オプションサービスも進めれば申し込むだろうと見下す内容も記されていたと言い、オプションサービス押し売りという内部事情が明るみに出た。携帯電話においては、幾度かの端末業界再編が実施されてきた。まず2000年から2002年にかけての第2世代から第3世代への過渡期には、第3世代対応端末の開発費用が第1世代及び第2世代に比べて大幅に上昇したことを受け、パイオニア電装ケンウッド、日本無線、日立国際電機等が携帯電話事業から撤退していった。さらに2007年には総務省がこれまでの端末価格を抑える代わりに利用料で元を取る従来プランをやめ、月々の通信費用負担を抑える代わりに端末の実勢価格を払う新しい料金プランについての意見をまとめた。2008年は3大キャリアのいずれもが端末販売奨励金を廃止した分離型プランと端末販売奨励金付きの従来型プランを並行して販売したが、大多数のユーザーは分離型プランを選択したと報じられている。このため必然的にユーザーの端末調達コストは跳ね上がり、分離型プランの2年縛り、条項と合わせて端末の買い替え間隔は従来より大幅に伸びている。このため、すでに飽和に近い携帯電話保有率と合わせて、ここ数年5000万台弱前後で推移してきた国内年間販売台数は2007年をピークとして以降減少に転じ、MM 総研の調査データによると、2008年度3578万台、2009年度3440万台を記録した。このような市場環境の変化に伴い、将来展望が描けないことから、買い端末メーカーの中には、携帯電話製造からの撤退を発表するところも出てきた。2008年4月には、京セラが三洋電機の携帯電話事業を427億円で買収した。また、2008年3月には三菱電機が携帯電話事業からの撤退を発表したほか、ソニー・エリクソンが端末納入計画を見直していると発表された。さらに、世界市場首位のノキアも世界金融危機による世界的な端末需要の減退、スケールメリットと市場将来性の見込めないことなどを理由として、日本市場に見切りをつけ、調合化端末ブランドのバートゥを除く、ノキアブランドの日本市場向け端末開発から撤退することを2008年10月に発表した。また、モトローラも2007年以降の業績不振により2009年2月27日をもって日本国内向け携帯電話事業から撤退している。また、東芝は日本国内での携帯電話市場の将来性が見込めないことから2009年10月以降は携帯電話の国内生産からの撤退することを2009年5月に発表し、端末納入計画を見直すこととなった。さらに端末メーカーの業界再編の流れは続き、2009年12月に NEC、日立製作所、カシオはそれぞれの携帯電話事業を統合することを発表した。新会社 NEC カシオモバイルコミュニケーションズは2010年6月に発足した。続いて2010年6月には富士通と東芝が同じく携帯電話事業を統合すると発表し、2012年4月に富士通モバイルコミュニケーションズが発足した。2013年にはパナソニックモバイルコミュニケーションズと NEC カシオモバイルコミュニケーションズが国内向けスマートフォンから撤退した。かつて11社存在した国内携帯電話メーカーは2018年時点でシャープ、富士通コネクテッドテクノロジーズ、ソニーモバイルコミュニケーションズ、京セラの4社に集約されている。日本の携帯電話は着信メロディやボイスレコーダーなどの音声機能、動画再生やデジタルカメラなどの映像処理機能、スケジュール管理をはじめとする PDA 的な機能など様々な機能が搭載され、ネット端末としての機能も強化を続けた。その多くは携帯電話に特化した仕様で、スマートフォンを除いてパソコンや PDA とは互換性がないことがしばしばある。日本の携帯電話はワンセグ着だ、お財布携帯といった日本特有のサービスに対応し、日本独自の発達を遂げた。しかし、以下の機能の多くがスマートフォンでもできることからもはや日本独自の携帯電話ということはできない。携帯機器の項目も参照。仮想移動体通信事業者は、携帯電話や PHS などの物理的な移動体回線網を自社では持たないで、実際に保有する他の事業者から借りて、自社ブランドで通信サービスを行う事業者のことであり、2001年日本通信を皮切りに始まった。現在では携帯電話の3社独占を危惧した総務省でも、その競争促進のために MVNO を促している。2009年3月には日本通信が NTT ドコモのフォーマハイスピード網においてレイヤー2での MVNO 契約を取り交わし MVNO から他の MVNO へ回線の再々販といったことも起き始めている。当初は PHS の MVNO が多かったが現在では 3.5 世代携帯網を利用した MVNO が増えてきている。主に MVNO はインターネットサービスプロバイダが多かったが、象印魔法瓶のポットの利用状況遠隔監視の見守り、ホットラインや高級携帯電話、バートゥーといった既存の携帯電話事業者では提供できないようなサービスが始まっている。2009年7月1日時点で42社が MVNO となっている。日本語で携帯電話は文字通りに携帯電話と呼ばれるが、しばしば省略されたカタカナ、携帯という名称で一般に知られている。日本に在住する人口の多くが携帯電話を所有し、その大部分は現在ではデジタルカメラ機能をはじめとする拡張機能が備わっている端末である。このように多機能化した携帯電話を大部分の人口が有する日本の事情から国際的に見ても得意な携帯電話文化が日本には生まれた。日本では得意な携帯電話文化が発達する中、W03 シリーズなど Windows モバイルベースの日本独自のスマートフォンも開発されたが、操作が煩雑、日本特有の携帯コンテンツに対応していないなどの理由から、スマートフォンはニッチ市場と言われていた。しかし、Apple の iPhone3G がソフトバンクモバイルより発売されると、日本のスマートフォン状況は一変し、約60万台の出荷台数を記録するスマッシュヒットとなり、スマートフォンに注目が集まることとなった。iPhone の後を追って、Touch Pro、BlackBerry Bold、TG01、HTC Magic といったグローバルモデルのスマートフォンが日本でも発売された。ただこれらの商品は注目はされたものの、ヒットとまではいかなかった。2010年以降、シャープ、ソニーエリクソン、パナソニックなどのメーカーによって、Android 搭載の日本産スマートフォンが開発された。これらは前述の日本特有の携帯コンテンツがそのまま使えることもあり、スマートフォンへの乗り換えが急速に広まった。iPhone については、2011年に iPhone4S が au から、2013年には iPhone5S が NTT ドコモから発売されたため、2013年8月までの調査結果では、日本国内のスマートフォンとタブレット端末の OS における iOS の比率は 47.4% となり、Android は 48.6% だった。2013年3月現在の調査では、個人用で所有している携帯電話の 40.9% がスマートフォンとなっている。今までは携帯電話を主軸に置いており、かつてはデータ通信は PHS が主流でかつ一部のマニアが利用する程度であったが、e モバイルの 3G データ通信参入と低価格、ネットブックの日本国内市場参入と合わせて USB スティック型データ通信端末とネットブックのセットが携帯電話販売店や家電量販店でインセンティブにより非常に安価に購入できる状況で一部の一般ユーザーを取り込んでいる。また NTT ドコモも e モバイルへの対抗策として同等の手法をとっており、2社の間でのデータ通信シェア争いとなっていた。また、任天堂 DS や PSP、iPod Touch などの Wi-Fi 携帯機器の登場により無線LANが普及したため、ウィルコムと e モバイル、ドコモがモバイル Wi-Fi ルーターを発売した。青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律が2008年6月11日に成立し2009年4月1日に施行された。法の施行後はその定めにより18歳未満の青少年が携帯電話を契約する場合、インターネット接続機能のついた端末にはあらかじめフィルタリングを導入することが義務付けられた。フィルタリングは18歳未満のものは解除の申請ができず保護者が申し出た場合のみ解除することができる。フォーマプラスエリアの詳細日本の携帯電話の通信周波数は諸外国よりも一足早く 3.9 世代通信に参入しており、2013年には音声通話サービスにも参入した。日本の携帯電話会社大手5社では、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信へ義務の不正な利用の防止に関する法律により本人確認を徹底するほか、携帯電話端末をカップ販売により24ヶ月まで24回の分割購入できるようになっており、同時に信用情報へ登録されている。また、携帯電話料金の未払金がないか、加入審査や分割審査も実施する。携帯電話料金の未納者や踏み倒し件数が増加しおり、2013年12月31日時点で約275万件もの滞納件数があり、2010年からの3年間で滞納件数が3倍に増えている。政府広報も、平成25年1月28日に、携帯電話料金の未払いで、信用情報に傷がつくと注意を促している。ありがとうございます。